February 21st, 1916. Winter had descended on the front. After joining back up with the army, Emil and Freddy were stationed near Verdun, suffering like many others from the harsh winter. That morning, the arrival of the mail raised spirits, but Marie's letter did not bring good news. In Saint-Mihiel, food was scarce, disease was rife, and the number of dead was growing. Out of this grim news, however, there was one ray of light. A photo of his grandson, Victor, standing on both feet and learning to walk. はい、ドンオリーフレンズということで、フランス、ベルダン。お、ワンちゃんも一緒ですね。さっと、とりあえずスコップを持っていますが、お、収集アイテムゲット。お、なんだ、靴下を持ってくると瓶をくれるよと。靴下を探しに行けばいいのかな。見てる中の人とか大丈夫寝てるだけかな。靴下、靴下とな、スコップ持ってる感じですね今回。お、なんだ、羽、あー、なるほど、手紙を書きたいんで、ペン、羽ペンと、お、日記ですね。飛行船墜落後にカールを助けたアンナには感謝してもしきれない。カールが前線を外れ戦争捕虜になったのは良かった。もう危険な目には合わないかな。ドイツ軍に占領されたサンミエルでマリーは元気にしているだろうか。うん、人にはどれだけの運があるんだろう。ここには巨大な大聖堂があったようだ。なんだかお前のことを思い出してしまった。それに俺は軍に戻されてしまった。こっちの捜索に影響しなければいいが。アンナさんですね。今日飛行船が墜落した時は本当に怖かったです。でも幸運なことに父は飛行船に乗っていませんでした。それ以前に男爵が父を飛行機で連れ去っていたようです。エミールの義理の息子さんを救助することができたけど、そのまま捕虜収容所に送られました。息子さんの足の状態は予断を許しません。一緒にいて大丈夫かどうか見てあげないと。あ、そうですね。あ、この赤いのは読んでないやつかな。今日飛行船が、あ、そうか、アンナさんちょっとこう飛んでたんですね。今日も長い一日が終わりました。一人の命を打つく間にその何倍もの人の命が失われていく。かわいそうな若者たち、体が裂かれ一生消えない傷を負った人たち、私には見捨てることができません。たとえ私のできることが最後の瞬間まで手を握ってあげるだけだとしであっても。地がドイツ軍の連隊に捕らえられて飛行船に連れ去られてしまいました。地は高所恐怖症なのに、ドイツ軍はおそらく父の研究のことを知っています。お父様、どうか正義の心から手を貸すことを拒否するようなことだけはおやめください。私はあなたを失いたくありません。今飛行船を追跡しています。そして道中で出会った2人の兵士たちもあの飛行船を追っているようですと。これはそうですね、カールはまだ更新されてないですね。ビクトルが成長するにつれカールにますます似てきます。カールのことを考えない日はありません。ドイツ軍は私たちの農作物を全て挑発してしまいました。ドイツで食料不足が発生しているのかもしれません。冬のために多少隠しておくことができました。このくだらない戦争が早く終わる日が来るのが待ち遠しいですと。なるほど、まあちょっと、お、皿を洗っている。お、結構広いな。羽ペンとかインクパーツ並ばないといけないよと。ん、ワンちゃんが泣いてる。なんで、
あれ結構広いけど、こんな向こうまで行っちゃう？あ、ワンちゃん鳴いてる。鳥がいるね。あれなんか当てるんだろうね。あ、でここで行き止まりか。なるほど。とりあえず何かを。ワンちゃんが鳴いてるのはなんで？食べ物が欲しいってこと？さて、じゃあ探し物しますかね。こう洗ってる。まずは羽ペンとインクを手に入れたいって感じかな。ん？どうした？ワンちゃん。あ、うん？お、ワンちゃん取れるそれ。なんか手紙あるね。手紙があるんですが、ワンちゃんがいけないっぽい。靴下。うん、こっからここまでの間にってことかな。なんかアイテムが、あ、階段ある。 OK、 上に行けるんだ。ゲット、トランプで。離したりはできない。あ、靴下発見。わお、汚っ。笑うのかな。めっちゃハエがたかってる。多分洗わないと怒られちゃうね。洗おっか。あ、怒られた。そりゃそうだ。食べ物のとこで靴下洗ったら怒られるね。お、あ、ワンちゃんパン取れるんだ。ワンちゃんは靴下を持ってくれないらしい。拒否する。どうしよっか。靴下は投げられない。うん、あの歯と何かしら関係ありそうですけどね。靴下を洗わなきゃいけないと思うんですが、洗うところが人がいっぱいで、パンを誰にあげるのかもちょっと謎。これ洗ったら怒られるのは、こっそり洗えばいいって話じゃないよね。あ、こっそり。こっそり。こっそり、こっそり洗ってもらった。いえ、マジで。もう、そこのお皿、だいぶ使えなくなっちゃうんだけど。パンは誰にあげるんだろうね。ワンちゃん持ってるけど。あ、こ、乾かすのかな。おー、大丈夫？オッケーオッケーオッケー。乾かした。燃えちゃうかと思ったよ。あ、ゲット。これインクゲットですね。で、羽ペンはさ、多分、まさに、ハトに当てるんだと思うんですけど、パンでいいのかな、当てるやつは。パン以外に、当てられそうな。ワンちゃんなんか食べてる。うん。パン当てちゃっていいのかな。パン投げれる？あ、いや、パン投げられそうにないな。ってことは違うんだ。あ、なるほどね。投げるんじゃなくておびき寄せるんだ。ちょっとワンちゃんおいで。ワンちゃん、こっち。怖がってこないでしょ。お、ハネペンゲット。Yes. My dearest daughter, I heard from Carl.
His condition is stable. He is still in the prisoner camp south of Reims. I hope to finally get permission to visit him. Thank you for the photo. It means so much to me.お、フレディターンですね。これは入っちゃっていいのかな？え？ゲット。収集物は取りながら行く、ちゃんと。OK。避けながらターンですね。え、これ何？泥水？おお、大丈夫？これはフレディは上に行くしかないんだけど危ない。なるほど、爆弾で穴が開くんだ。お、これを回す。急げ急げ急げ。よし行こう。おっと危ない。お、行きますか。ちょっと待って、収集図あるよね。あると思った今。なんとなく収集物の集め方は分かってきたぞ。これなんだ。ん、何かしら持っていく雰囲気なのか。これはできないよね。ってことはこれを何かしら使うってこと？違う、取るんだ何かを。あれか、ん、押して、うん、押して、なるほど、ちって落とす。木を爆発させるんだ。いよっ、よいしょー、行こう。木を持ってく。まだ必要かな。おっとっとっと、どうしようか。一応中覗いてく。お、やっぱりね、収集物発見。あと一個。あ、でここは行き止まりかな。壊せる。あ、さらに、あ、違う、収集物じゃない、これ。アイテムだ。何使うんだろう。コイン。投げる感じでもなさそう。何かに使うんだろうな。お、これはカット。OK。行こう。あ、なるほど。これ、タイヤつけるのかな？ OK。で、動かせるようになりました。ああ、なるほど。坂で勢いつけて、ぶつける感じかな。いけ！ドーンとね。OK。行きましょう。で、お、あ、落とすんだね。いいよ。あれ？お、ん？いいよ。OK。で、拾って、危ないよ。こう。何回か行かないといけない。あ、行けた。2個で大丈夫でした。おっと、気をつけて。これやまないパターン。いける、やむな、やむ。ちょっと待って。タイミングずらした。結構リロードは長そうなんで、やんですぐ行けば OK。 よいしょ。でさらにポイント。
レッツゴー。オッケー。で、収集物もう一個あるはずなんだけどな。あれも落とす。うん、中に入れるぐらいな感じ。こう。あ、なるほど、重みで落とすんだね。いいよ、どんどん行こう。 OK。 で、で、あれを引くのかな。引いて、違うぞ、違う、なぜそれを拾う。ただあれを壁にすればいいだけかな。なんか押したり引いたりできそうだったけど、なんか拾っちゃったりしてたんで、あれで防げてる？あー、あそこのこう行けば大丈夫かな。そうだね、弾来てないね。で、さらに爆弾が見えてるので当てる。するとさらに壁になると。なるほど、よし行こう。で、これはカットして、よいしょ。危ないよー、危ないよー。足元が見にくい。ベルを鳴らす。ベルを鳴らしたいんだけど、下に収集物があるんじゃないか。あった、なんか。割とここら辺は冷静。で、ベルは、え、ベル鳴らすって、ベルどこにあるの。電話。旗で大砲をバンバン撃っている。信号弾、信号弾が上がった。あそこに何かを撃つのか。大砲。ん、とりあえずワンちゃんに持ってきてもらう。オッケー、ありがとう。でさ、もう一個念のために持っといてくれる。外す可能性もあるので。行こうか。何かしらに使うと。おっと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 、木に向かって投げちゃっていいのそれ。あ、まずい。ありがとう。いや、木で引っかかっちゃってるっぽいから、逆向きか。こっち向きに投げるのかな。こうかな。だよね。OK。 うん、2つ持ってきといてよかった。で、これは、あ、なるほど、大砲のパーツ。う、う、持って登れなそう。鍵、あー、持って登るわけじゃなくて、あれを回すんだね。ここか、ハンドルというか。よいしょ。ん、これで、なるほど、なんかしたらこれで持ってくるんだ。弾かな、弾を持ってくるんだ。そうだ。あ、待って、ワンちゃんが向こう行くってことは何かある？掘ってみる？掘り。掘り、掘り、掘り。それ、爆発しそうだな。あ、鍵。偉いな、ワンちゃんはもう。なんでワンちゃんに渡した？まあ、いっか。で、押して、いや、危ないから離しちゃダメね。
で回してもうちょいいける？こんぐらいかな。ありがとう。でスイッチで弾を持つ。 OK。 で回して回して、おこれでセッティング完了。でさらに鍵を開ける。おハンドル、これ発射するのかな。待ってね、セットして OK。 うん分かった。オッケー。で風車を狙えと。風車どこにあんの？え？ああ分かった分かった。これね。ドン。え？待って。なんか届かなかったよ。弾。どういうこと？こっち側からか。あ、違うんだ。回して。そのハンドルを。あ、そうか。これを戻してからじゃないといけんのないのかな。うん、違うんだ。あれ？スイッチを、スイッチを触りたいんだ。ん？スイッチを触りたい。あー違うんだ、そっか。もう一回砲台を開けないといけないのか。え違う、多分何発持てる。それだよね、狙えていってるの。もっと上に撃てってこと。当たった。あの手前ってこと。手前で木の上。えどれ、これじゃないの。これ狙って撃ってるわけじゃない。えごめん、もう一回。あなるほど、風車の横、そっから木の上、これだ、そこだ。Neo's precision cannon firing enabled Freddy and his regiment to reach the rear line unharmed. Bravo, Freddy! Neo, thank you very much. The military hierarchy heard of their feats in battle and decided to decorate the two friends for their bravery. Emil received good news from Anna.Carl was recovering nicely. He was even walking again. Meanwhile, the battle for Verdun only grew longer and bloodier. The death toll was staggering. 70,000 per month. Almost one Frenchman and one German every minute. And it went on for 10 months, day and night.